リオデジャネイロオリンピックで総襟絞りの一種横絞りを試みるよう春かすみよ春かすみは中華人民共和国の山東小浜州市出身の柔道選手階級は 63kg 級身長 169cm 得意技は寝技2014年のグランプリウランバートルで優勝するがアジア大会では決勝で地元韓国の日野と大雲に敗れて2位 団体戦では3位だった。2015年のグランプリ、ジンタオでは優勝した。2016年のワールドマスターズでは準決勝で、タシロ来に腕座十字型で破れるも3位になった。リオデジャネイロオリンピックでは準々決勝で、世界チャンピオンであるスロベニアのティナ・トルステニャクに型、型で破れると、敗者復活戦でもイスラエルのヤーデン・ジルビに技ありで破れて7位だった。 2017年の世界選手権では準決勝でトルステ逆ャクに反則負けを喫すると3位決定戦でもモンゴルのバルドルジムン群チメグに1本負けして5位だった。2018年の世界選手権では初戦でモンゴルの選手に1本負けした。グランプリハーグでは全試合を船、保方で1本勝合致して優勝した。 2019年のグランプリブダペストでは準決勝で寝技の得意な土井雅子と寝技合戦になるも GS に入ると土井が得意とする三角からの方上司方方で敗れて3位だった2021年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは初戦で敗れた IF 世界ランキングは1227ポイント獲得で31位ありがとうございます